株式会社デヌートと申します。今日はハウスの中の環境を統合的にコントロールをするコンダクターという商品を紹介をさせていただきます。弊社はもともとこちらにありますブレスという CO2 の局所製法を行う設備をメインで開発を行っておりますが、植物の光合成に必要な CO2 だけでなく水、光などについても合わせてハウスの中の環境を総合的にコントロールできるようにということで、コンダクターという商品の開発を行わせていただいています。コンダクターの一つの特徴として、多点観測、タイリア独立制御というものがございます。まず多点観測ですけれども、ハウスの中は、例えば入り口の付近とハウスの中央の部分というのは、環境が少しずつ異なるものだと理解しております。ですので、センサーを、一つのハウスの中に、いくつもセンサーを配置をしていただいて、そのハウスの中で何が起こっているのかということを理解していただくのに、使っていただければという考えでございます。後半の、タイリア独立制御というところにつきましては、そのように、ハウスの環境がいろいろこう、少しずつ異なるというところがございますので、ハウスの中を、エリアを、例えば、4つなど、エリアを区切りまして、それぞれのエリアについて、例えば CO2 の、制御のタイミングを違うタイミングで行っていくですとか、エリアによって独立した、コントロールができるようにというのが特徴としてございます。あとですね、遠隔監視のシステムがございまして、そちらと接続を連携をすることで、スマホですとか、こういったタブレットですとか、離れたところから、そのハウスの中がどうなっているかという環境のデータと、どういう制御をしたかという、例えばその CO2 をどのタイミングで制御が行われたかとか、LED をどのタイミングでつけたかとか、そのようなデータが遠隔からも確認できるような仕組みになっております。少しでもご興味を持っていただけた方は、ぜひ株式会社デヌートまでご連絡をいただけたら嬉しいと思います。ありがとうございます。